に愛の言葉は愛の裏側ジェラシー窓辺に佇んでる君を見てると長い年月に触れたような気がする夕焼けの空のどこかに忘れた愛が忍び込む流れるのは涙ではなく汗以来でございました本当にこんばんはどうもこんばんはどうもあんさんがね、はい、紹介するのに井上陽水さんをね床上浸水さんって言いそうな床上浸水ねえ今日は地味だなでも意外とそうでしょ、ね、今日はねあの珍しい方がですね、ええ、あの久々に松崎君です本当に、ね、本当に